どうも、うるまです。本日の動画はですね、新企画をやろうと思っております。その新企画というのがですね、お悩み相談の方をやっていこうと思っておりまして、いやね、お悩み相談を聞けるような大した人間ではないとは分かってるんですけどね、ちゃんと。ただですね、日々更新させてもらってる動画のコメント欄だったりとか、あと自分インスタグラムやらせてもらってるんですけど、そちら の DM の方にも結構多く質問いただくことがあるので、まあ、最近はね、全部お答えすることができなかったりもするので、どうせだったらもう自分の YouTube の動画の企画で盛り込んでおけば定期的にお答えできる機会も設けられるので、今回はこのような企画をご用意させてもらう運びとなりました。で、今回は、まあ、1回目っていうところもあるので、自分のインスタグラム のストーリーの方で募集させていただいて、内容に関してはファッションとかファッション以外のことも何でもいいですよっていう名目で今回集めさせてもらって、 DM と、その質問箱への返信含めて100件近く、ご質問をいただくことができまして、ご協力いただいた方々本当にありがとうございます。で、今回ですね、そのいただいた質問の100件近くの中から、まあ、全部ではないんですけれども、いくつかピックさせていただいて、まあ、自分の考えとか思ったところをお答えしていければと思います。まあ、ただ大前提最初に言っとくんですけど、自分にもらった質問にはなるので、かなり自分の考えとか趣向とかそっちに寄ったものにはなるので、まあ、人によっては全然意味のわからないことも言うかもしれないんですけれども、そこらは温かい目で見ていただければ嬉しいです。まあ、あとはね、ご質問いただいた方への回答にはなるんですけど、まあ、もしね、今回動画を見ていただいた中にも少しでも参考になる意見が言えたらいいなと思うので、ぜひぜひ楽しんで見てもらえたら嬉しいです。ではでは早速いきましょうか。はい、それではですね、一つ目のお悩みなんですけれども、自分のコンプレックスとかどう向き合ってますかっていうご相談が来てまして、で、この質問を読んだ時に一番最初に自分が思ったのは、コンプレックスって向き合わなきゃいけないものなのかなっていうのを思って、で、自分自身がですね、そんなに強い人間ではないので、弱い部分とかコンプレックスと向き合いたくないんですよ、俺は。自分の嫌な部分と向き合うことで自分が嫌いになったりとか、それこそ気がめいっちゃって日々の生活に支障が出るぐらいだったら、もう自分の好きな部分とか自信のある部分に目を向けて、もうそっちの個性の方を伸ばすように結構自分は考えて、もうコンプレックスの部分が気にならないぐらい、その自分の好きな部分を伸ばせばいいじゃんって思うタイプなので、まあ、自分の回答としてはですね、無理にコンプレックスと向き合う必要はないと思います。はい、それではどんどん行こうと思います。次のご相談が、彼女の誕生日が12月です、何かおすすめありますか。今回はその友人とか職場の方っていうわけじゃなくて、彼女っていう対象かな、プレゼントなんだけど、自分の考えとしては、相手が彼女だったら、まあ、人に聞くってよりかは本当自分がいいと思ったもの、自分がその彼女にあげたいってものがもう正直正解なんですよね、これは。だってその彼女はさ、その彼氏である君に用意してもらうものが何よりも嬉しいわけだからね。例えばさ、誰もがもらって喜ぶようなハンドクリームだったりとか入浴剤とかそういうものもいいんだけど、まあ、せっかく彼女っていう対象にプレゼントするものであれば、よりその彼女に向けたパーソナル部分に特化したものをあげた方が絶対喜ぶし、向こうとしてもね、自分のこと見てくれてるっていう部分が分かるのがね、多分嬉しいポイントだったりするから、もうそこを意識してプレゼントを選んでみたらいいと思いますけどね。なんでこれから12月かまで多少時間はあるから、こっから頑張ってほしい部分で言うと、まあ、例えばこれからね、まだ彼女さんとお話ししたりとか、それこそどっか出かけたりとかする機会も多いと思うんだけど、その中で、まあ、普段の会話の中であれ欲しいなとかボソッと言ったものに関しては全部メモっておいたりとか、出かける中でこの彼女さんがね、なんか気になって触ってるものがあればそれもメモっておいたり、まあ、ふと足を止めて見てるものがあればそれも何見てんだろうと思って気を止めて見てみると、なんとなく彼女が欲しいものが具体化されてくるから、こっから2週間3週間バッチシ彼女 の言動とか行動をですね、しっかりチェックしてもらって、いいプレゼントが選べることを祈っております。はい、次の相談が、これは結構ファッション関係かな、プレスになりたいです。正直どんな道のりですかねっていう質問が来てまして、プレスっていうのはブランドのプレスってことですよね、多分。まあ、どんな道のりかって言えば、まあ、販売員かな、そのブランドの販売員の方から、まあ、プレスになる方は多いですし、それこそ、まあ、事例で言えば、それこそブランドの SNS かな、インスタグラムとかそういう更新担当の方がそのままプレス担当とかいう風になる方もいますし、まあ、例えばインターネットの EC サイト の店舗運営の方がプレスになる方も多かったりもしますし、結構ねバイヤーと近いところはあるんですけど、道の
りとしては割と様々あるので明確な答えがないっていうのが本音な部分ですかね。で、あと最近多いのが、もともとフォロワーとかあのファンが多い方、インフルエンサーの方をブランド側で取り込んでそのままプレスとして採用するっていう事案も最近は増えてますね。で、なり方の部分で言えばまあいろいろあったりするんだけど、求められるスキルとかあの現実的な部分で、まあ、自分が分かる範囲でお話しすると、自分が今までお会いした中でプレスの方でがこういう方が多いなと思ったのは、まずコミュニケーション能力がめちゃめちゃ高いっていうのはすごい感じましたね。ブランドの顔とか窓口になることが多いから、いろんな方々と会うから、やっぱそれなりのコミュニケーション能力は求められるなっていうのは感じたのと、まあ、あとはマストではないけど最近求められる傾向があるのは、その人自身の発信力の強さっていうのも求められる部分には正直なってきてる部分はありますかね。で、あとはスキルの部分で求められる部分で言えば、そのブランドの広がり方っていうものを統括できるような編集力の感性を持った方っていうのが結構重宝される仕事だと思ってて、例えば各ブランドの店舗スタッフさんいらっしゃるじゃないですか。いろんな店舗からあの何々店のスタッフさんがウェアであげましたみたいな写真あげるんですけど、あのウェアとかインスタの投稿とか全部プレスの方がチェックしてるっていうのが結構多いですよ。で、本当に細かいところまで見てて、ここの背景で写真撮るのをやめてくださいとか、あんまおしゃれじゃないから背景やめてくださいとか、この着こなしがダサいからこの写真載せないでくださいとか、結構厳しいことまで見てて、例えば体型とかまでいろいろ言うブランドさんも正直多いです。そのぐらいブランドのイメージとか外に対するイメージっていうのを編集してコントロールできるぐらい、まあ、感性と編集力がある方っていうのが求められる傾向なんじゃないかなと思っております。いやね、大変なお仕事ですよね、プレスの方も。はい、次のお悩みになります。最近サイの26万のライダースをオーダーしました。今更買ってよかったのか不安ですっていうとこなんですけれども、わかるけどね、なんか高額な買い物をした時ってあれでよかったのかなってふと我に返ることがあるっていうのは確かにあるかも。なんかマリッチブルー的なことなのかわかんないけどね。なんか俺もなんかやたら高い買い物したその日の夜のご飯とか突然節制したりとかなんかね、そういうちょっとした小手先で調整しようとするんだけど、なんだろうねあれ。ただ今回の相談内容にあったみたいに、買ってよかったのかどうかっていうのは、今回買ったものが洋服なわけだからさ、それは届いて実際に着てみた時に自分に問うてみるのが一番なんじゃないですかね。その時にね、本当買ってよかったか良くなかったかっていうのは分かると思うからさ、まあ、ちゃんとね26万円の買い物であれば、その時試着して何度も何度も実際自分が考えて買ったものだから、今はね多分使った金額が多分現実的に自分に降りかかってくると、あの冷静になったりするんだけど、まあちゃんとした買い物ができてると思うので、素敵なライダースだと思うので、これからガシガシ着ていってもらえたらいいんではないでしょうか。はい、それでは次のご相談内容になります。他人を貶めないとファッションを楽しめない人がいて、すげー悲しいです。なるほど、いるね。まあ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 、現実問題一定数やっぱいらっしゃりますもんね、これ。でもね、そういう人たちって多分ね、嫉妬を貶めることで自分の着てるものの価値とかファッションの感性をなんか守ってるように自分を感じてて、例えばそれダサいじゃんとか、何それとか多分言ってくるやつって、人を落とすことで自分を上げるというか、そういうのってファッションに限らず一定数いるんだけどさ、まあ、逆を言えばそいつ自身の自信のなさの表れだとは思ってて、本当にね、おしゃれな人とか感性がしっかりしてる人って、あの他人のファッションに関してそんなに口出さないしね、否定はしないというか、ちゃんと自分自身が着ないジャンルに関してもちゃんと容認してくれる方が多いなっていうのは感じますけどね。なんでそこで悲しんでしまったら向こうの思うツボなので、あのね、無視が一番ですね。気にしないっていうのが一番です。はい、それでは次のご相談内容になります。どうしたら自信ってつきますかってことなんですけど、これはね、結構自分のもう何年か前か悩んだことだったりするんだけど、その時に自分が行き着いた答えで言えば、まずは自分自身を好きになるってことが一番だったなと、まあ、振り返って思いますかね。まあ、そもそもさ、自分っていうこのなんか入れ物自体をさ、好きにならないと、そこになんか自信がつきようもないからね。自分自身が嫌いなのになんで自信がつくのって思っちゃって、その時に嫌いな自分がやることは全部嫌みたいなところに紐づいてた気がするからさ、当時。ちなみに自信のつけ方なんて多分人それぞれだと思うんですよね。例えばダイエットしてかっこよくなったりとか、あの着飾る
ることで自分に自信を持てたりとか、まあ、今は見た目の部分の話にはなったんだけど、例えば物事で言えばさ、あの仕事とかで言えば、まあ、小さい成功事例を重ねることで、まあ、周りからの評価とか見る目も変わってくるじゃないですか。周りからの評価を自信に置き換えることができる人もいると思うからさ、まあ、そういうことを通して自分のことを信用もできるようになってくると思うから、そうなってくればね、好きな自分が考えたこととか思い描くことだったらできるはずだっていう考えに変わるはずだからね。なので自分の回答としては、まずは自信をつけるためにはそもそも自分のことを好きになるのが一番ではないでしょうか。はい、それでは次の相談になります。実はね、この相談内容の中に転職関係のこともね、いくつかあったんですけど、今回はその中の一つをピックさせていただいております。主任というキャリアを捨てて転職するか迷ってますっていう内容なんですけど、多分この方はなんか今いる職場の中に主任っていうポジションでは働かれてるってことなんですよね。で、この相談内容の文面を見た時に、まあ、これは自分の感じ方なんですけど、この相談内容の文章に主任っていうワードが入ってるってことは、きっとこの方の中で主任っていう価値観がまだまだ大きいだと思うんですよね。まあ、例えば今迷ってる転職のお仕事が本当にやりたいことであれば、多分今置かれてるポジションとかあんま気にならないのかなっていうのは思ってしまって、なんで現状であれば迷うぐらいだったらやらなくて本当にいいんじゃないかなっていうのは自分は思いましたかね。なんか別に今あるキャリアを捨てることが別に美学でもかっこいいことでもないですからね、価値観として。まあ、目の前の生活も大事だしさ、まあ、思い切ることが全てじゃないっていうのは自分も本当に思います。なので今後その今あるキャリアとかが全く気にならないぐらい本当にやりたいことが見つかればいいなっていうのはなんか純粋に思いましたかね。まあ、自分としても前の職場を辞めて今の仕事に就いてるので、なんか熱中できるお仕事に出会えることを祈っております。はい、それでは最後のご相談内容になるんですけれども、今回もらった相談内容の中でこれが一番結構考えたというか、まあ、いろいろどうなんだろうって思う相談内容だったので、ちょっとお話しさせていただきます。ちょっとね、質問内容長いんですけれども、ちょっと読んでいきますね。ユニクロのバイトのルールで髪を染めるのもアクセサリーを仕事中につけるのも女性スタッフは良くて男性スタッフはダメというルールに疑問を感じています。他のアパレルではなかなかないルールだと思うのですが、うるまさんはどう思いますか。私は髪を染めるのもアクセサリーをつけるのもファッションの一部だと思うし、男女でルールを分けるのは違うんじゃないかなって思っていますっていうことで、あ、まあまあまあ確かにっていう部分は思ったんだけど、まあ、この方が言ってるようにファッションは自由だと思うんですよね、基本的には。まあ、ただこの方が疑問にも思ってるように、まあ、当たり前のことなんだけど、まあ、職場それぞれにはまあルールってものが存在するとはやっぱ自分も思って、まあ、今回はユニクロさんの職場に関しての内容だったんだけど、まあ、ユニクロさん以外でももちろんうちの会社も含めて職場のまあお客様だったりとか、まあ、仕事で接する機会がある方々に合わせてやっぱルールっていうものは作られていくもんだとは思ってて、まあ、今回みたいにユニクロさんみたいに本当年齢層も本当に幅広いお客様というか、本当に若い方からおじいさんおばあさんまで来るぐらい幅広いお客様の層がいらっしゃったりとか、それこそ日本人以外の方、海外のお客様も多い環境にはなってますし、まあ、そういったね、なんか多様で広い価値観のお客様を対応するにはある程度固いルールで臨むっていうのが、まあ、企業としてのジャッジはそんなに間違ってないことなんじゃないかなっていうのは個人的には思いましたかね。まあ、堅苦しい考えかもしれないし、まあ、自分自身がかなり田舎出身ではあるんで、そういう固い考えの部分とかすごい分かる部分もあるんだけど、やっぱり女性よりかは男性の方がそういう着飾ることに関しての禁止事項みたいなものは、まあ、制定されることは、まあ、実際問題多いですよね、男性の方が。で、まあ、今回みたいなね、いろんな人の価値観が入り混じる問題ってすごい難しかったりもするんだけど、まあ、実際こういうルール決めるときって、まあ、その環境によって、まあ、一番敏感な部分とか一番その厳しい部分に合わせてルールを決めることが、まあ、多いんじゃないかなっていうのを思ってて、まあ、さっきも言ったようにユニクロさんほど広いお客様の層とか、まあ、世界中の方がいらっしゃる場であったら、まあ、アパレルの中でも比較的厳しいルールにはなることは、まあ、理解はできますかね。まあ、例えて言えばなんだけど、まあ、ユニクロさんではもちろん俺の金髪 NG だと思うんだけど、ユニクロさんじゃなくてもお店によっては金髪NG なアパレルショップもあるからね。例えば俺前の職場が接客の仕事だったんだけど、その時はお客様の層に合わせて服装の指示とかもやっぱりあって
って、まあ、色味の激しいものだったりとか、まあ、露出の激しい服装に関しては NG っていうのはやっぱありましたしね。服装の指定は基本自由っていう名目だったんだけど、やっぱり細かいルールは設定されてましたね、まあ、なんでね、今回この相談してくれた方がメッセージもあるように、まあ、個性とかね、自分の価値観が大事な部分であるのと同時に、まあ、お客様、お店に来るお客様の価値観も尊重されるべきではあると思うので、まあ、ユニクロさんに関してはもうお客様の価値観にある程度比重を置いたルールに設定されてるんじゃないかなと思いましたかね、まあ、なんでね、その職場に合わせて自分の個性を消していく必要はないと思うので、まあ、職場ではルールにのっとってやっていきながら、そうではない部分でいろいろ個性は発揮していければいいと思うし、まあ、職場の中でね、あの見た目の個性も出したい部分はあると思うんだけど、個性の出し方ってファッションだけじゃないから、まあ、接客スタイルもそうだし、いろんな個性の出し方があるから、まあ、そういう部分もいいきっかけにして、なんか伸ばしていく機会にしてみたら、まあ、面白いんじゃないかなって思います、まあ、こんな風にいろいろ答えてはきましたが、絶対俺の服装とか髪型だったらユニクロさんで働かせてもらえないからね。はい、それではですね、今回第1回目のお悩み相談は以上となります。今回ピックさせてもらった以外の質問もあるんだけど、なんかいろんな悩みとかね、いろんなこと聞いてるとさ、同じアパレル、さっきのユニクロさんもそうなんだけど、同じアパレルの中でもいろいろあるんだなとか、なんか改めて見れたからすごい勉強になったっす俺も、まあ、なんでね、こんなテンションにはなると思うんですけれども、今後も定期的にこのコーナーやっていこうと思うので、で今回はですね、1回目だったので自分のインスタのストーリーからの募集になったんですけれども、まあ、次回もインスタのストーリーで募集すると同時に、まあ、インスタやってない方もいらっしゃると思うので、この動画のコメント欄とかに書いていただければ、その中からも選ばせていただければと思うので、ぜひぜひ自分でよければお答えしていこうと思うので、いろいろ書いてもらえたら嬉しいです。はい、それでは本日の動画も以上となります。本日の動画がですね、少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録の方お願いいたします。あとですね、概要欄の方に自分のインスタグラムのアカウントも貼らせていただいておりますので、日々ファッションのこととかスタイリングの方上げさせてもらってるので、お時間ある方は見てもらえたら嬉しいです。それでは本日の動画も以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。